どうも、ゴルフコロの三ツ矢です。いつもありがとうございます。今回は、ラウンドの後半の9ホールをどうスタートを切ればよいか、これについて皆さんにお届けしていこうと思います。後半は、ご飯を食べた後だったりすることが多いのかな。スルーの方は、特別問題はないと思うんですが、ご飯を食べると体が回らなくなるね。一息ついて体も休まっちゃった。その状態で、スタートホール、パッと立った時に、あれ何どうすればいいのあれなんかよくわかんなくなっちゃった。まあ、こんな感じの人が意外と多い。そして、体もあまり回らないので、回らない、重たいまま、なんとなくこう打っていくと、あれなんか全然ダメだったな、みたいな。こんなイメージでですね、スタートを切ると、意外と、リズムが悪くなってしまいますので、そうならないように、今回は一つポイントを皆さんにお伝えしていこうと思います。私、三ツ矢は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。いつもありがとうございます。そして、この動画を毎日見ていただけている方、本当にありがとうございます。一つ一つ覚えてね、ドライバーショット、思ったところにズバッと打てるようにね、頑張ってやっていきましょうね。では、早速いきたいと思います。後半戦。ちょっと体回らなくなってますね。いやあ、お腹いっぱい、一息ついた。じゃあそこで無理やり体を回そうと思っても回らないものは回らないんですね。ですから、少し重たい体を、ダメだ。これじゃいけないんです。ポイントは体が回らないのであれば最低限、最小限で動かせるところを動かす。すなわち腕の動きをしっかり入れましょうということになります。ですから、もちろん、肩がしっかり回って、左側に、ぐっと乗り切って、スパーン！まあ、そんな感じで後半スタートできれば、そんな素晴らしいことはないんですが、なかなかそうはいかないですよね。なので、肩の回転最小限、90度回しますが、ぐいっと行くようなイメージはなくても大丈夫です。左側に、ぐっと体重移動。できれば最高ですけど、ちょっと抑えめで大丈夫です。その代わり、体重移動が少ないということは、左側にボールが届かない可能性が出てきます。なので、このようなショロみたいなのが出てしまう可能性があります。ですから、普段の位置よりもボールを少し中に入れてやってみてください。体重の移動少なめで大丈夫です。腕がしっかり動けば大丈夫ですので、少し体重移動が少なめで、ね、体重移動少なめで腕がくるんと回転すれば大丈夫です。少しフィニッシュが小さくなるような感じになる可能性がありますが、あまり気にしてはいけません。ボールも少し低く飛びますので、ある程度フェアウェイを捉える。そういう、ある程度じゃないですね。しっかりボールをね、フェアウェイにドンと落とす。そういうショットに繋がっていくと思いますので、少しボールを中に入れる。通常の位置よりも中に入れて、少し腕の動きでヘッドを加速させる。このようにくるんと回転させて、ボールを打ち抜いてあげると、ちょっと低めに飛んで、安全にフェアウェイを捉えることができますので、この体を無理に使わない。腕の動きをしっかり入れていただいて、打つんですが、ボールは必ず少し中に入れてください。それをしないと、ギリギリ下の方に当たって、場合によってはチョロになりますので、そうならないように、ちょっと窮屈なフィニッシュでも構いませんので、ボールを低く打ち抜いてみてください。このように、後半戦、バックナイン、どうプレーするか、もう、前半が思うようにいかなかった。じゃあ後半頑張りたい。前半良かった。このまま継続したい。いろんなシーンがあると思いますが、その時に、まず、無理しないで、自分のできることから、一個一個ですね、後半戦、ティーショットスタートしていくといいと思いますので、ぜひ試してやってみてください。最後に高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。